よろしくお願いしますね。それでは行きましょう。コント有名人が集うお寿司屋さん。はい、いらっしゃい。あら、ももクロちゃんじゃないの。みんなで来てくれたんだ。何握る？あ、アイドルでね。まあだけどアイドルってのはあれだね、お風呂みたいなもんだよね。だって若さないといけないってね。うまい。いっちゃがい。だだい。ちなみにね、俺にとってのアイドルは武田久美子だけどな、うん、まあだけどあれだね、ももクロちゃんっていうとさ、平日は A 面しか開放しないグランドをさ、土日は B 面も開放しちゃうみたいな感じだね。どういうことかって、週末ヒロインですってね。だだい。いや、ちなみにさ、うちで仕入れてるホタテはね、あの武田久美子がビキニで使ってるやつなんだよ。冗談だよ、本当に。はい、いらっしゃい。あら、キャリーパミュパミュちゃんじゃないの。何握る？あ、かわいいでね、かわいいでか。かわいいっつうのはあれだね、あの指でさ、目をグーッと押すようなもんだよね。どういうことかって、愛苦しいってね。だだい。ちなみにさ、俺がかわいいな、一番かわいいなと思う人はね、相撲取りの千代丸だけどね。したら、あのね、あの顔のパーツが全部中心にこう集まっててさ、赤ちゃんみたいな顔してて、ああ、わかんねえか。そうだよな。いやー、しかし、キャリーパミュパミュちゃんつらあれだね、あの神戸牛みたいなもんだね。どちらも言いにくってね。どうだい。どうですか、他のお客さん。このネタの見方わかります？大丈夫？僕もね、まだ模索してるんですよ。しょうがないよ。はい、いらっしゃい。あら、ガッツ石松さんじゃないの。あんなに握る。あ、焼酎飲む。焼酎は何？水割りロック。あ、そのまま行くんだ。あ、そう、さすがボクサーだね。カウンターでストレートってね。え、量はもちろんジャブジャブ飲むってか。どうですか、ガッツさん。あ、意味がわからない。そうですか。割とね、ボクシングだけに検討したんじゃないかと思ったんですけどね。うん、我ながらアッパーレだなと思ったんですけどね。ガッツさんどうですか。あ、やっぱ意味がわかんない。なかなかオッケー牧場くんないんだね。はい、いらっしゃい。あら、武田久美子さんじゃないの。来てくれたんだ。何握る。あ、グラビアでね。グラビアっつうのはあれだよね、9回まで投げ切るピッチャーですよ。おう、どちらも完投を飾るってね。まだい。あと、あのちょっと崩れそうな小屋みたいな感じだね、あの武田久美子さんの場合はよ。おう、どちらも掘ったてっつってね。ずっと食っててくれよ。うん。はい、いらっしゃい。あら、志村けんさんじゃないの。何握る。あ、ひょうきん族でね。まあでもひょうきん族ライバルだったからね。言ってみればさ、時計で言うとこの12時とか6時半みたいなもんだね。どちらも針合ってるってね。うん。いやだけどひょうきん族っていうのはさ、田舎の走り屋と一緒だよね。ドリフとしのげを削ったっつってね。だけどさ、あれだよ、ドリフっていうのはさ、ヨーロッパと一緒だよね。 EU だなっつってね。EU だなって歌あったでしょ、あれね。あれ知ってる？あの湯船に浸かりながら歌っちゃいけないらしいよ。じゃあいつ歌うか。ドリフだけに洗い中ですって。どうだい。どうだい。今のはちょっと世代を問うネタだったね。わかる人は間違いなく40超えてっからね。だけど志村さんっつったらあれだよね、あのおせんべいみたいなもんだね。だって横に茶があったら最高のコンビだっつってね。はい。誰も言ってくんないから自分で言ってみましたけどね。ちょうどかぶっちゃいましたね。ありがとうございますね。どんどんそういう掛け声言っちゃって構わないですからね。はい、いらっしゃい。あら、西川彩子先生じゃないの。あ、何握る。お医者さんでね。まあ西川先生っつったらあれだよ、台所洗剤と一緒だからね。うん、ジョイってね。そうだよ。いやー、だけど医者の試験ってのはあれ難しいんでしょね。1回2回は落ちんの当たり前だってたもんね。特に産婦人科はね、3回ですってね。あ、いやだけどこの間病院っつったらさ、俺のね、知り合いが行ったら、すごかったよ。あの携帯をいじくってたら携帯の電源切ってくれなんて注意されちゃってさ。当たり前だよな、病院はすでに受診があるんだからっつって。あれ、注意された方はシュンとしちゃってさ、携帯じゃなくて気持ちがメールっつってさ。だけどそこ外科だったからさ、いずれ気分も回復するんじゃないかなっつね。でもね、本当に外科専門のとこなんだけど、まるで総合病院みたいに立派なとこだったんだよ。だから俺思わずつぶやいちゃった、外科しかないかってね。あれ、噛まずに言えたよ。ドキドキしたんだから、これ。なんでドキドキしたか分かるかい？病院だけについつい噛んじゃいますってね。相方なんだよ。いやー、7つ重ねてみたよ。これ結構いいでしょ。そう、病院だけにいいんですってね。はい、いらっしゃい。
あら、空手家の入江さんじゃないの。あ、何握る。あ、合コンでね。まだ合コンやってんだ。まあ合コンつったらさ、この間俺の友達が CA ね、キャビンアテンダント合コンしたなんつってさ、行く前からもうテンション上がっちゃってんの。気持ちがジャンボジェット機ね。そう、期待が大きくなっちゃってさ俺言ったんだよ、うん、あの CA と付き合うなんて無理だよ。だって2つの意味でね、雲の上の存在だぞってまあ言ったわけ。それでも目いっぱいおしゃれして言ったんだね。だから相手が CA だったらさ、こっちは服装重視だみたいなね、わかるかい、服装重視だよっつってね、うん、ところが全然会話が弾まなかった。だから言ったよ、飛行機だけに空見たことかっつってね、うん、そしたらそういうことを言うのはやめてくれ、飛行機だけに俺の気持ちが参るってまあ言い出してね、うん、結局連絡先聞けないまま帰ってきてさ、恥ずかしかったよ大将さって、俺あんな気合入れたのに連絡先聞けなくてほんと恥ずかしいよ。不思議だろ、そいつの方がさ穴があったら入りたいって気分だったんだねまあでもいい経験したと思うよ。相手は CA だけどそいつの経験は貴重だったつやばい、こんだけ重ねて反応なかったらどうしようかと思ったよ本当にね、うん、飛行に走ってやろうかと思ったまた重ねた、もはや神の領域さあここからはお客さんからちょっとねお題をいただいて今みたいな感じでやっていくよ。なんかこんなんでやってみろっていうのがあれば気軽に注文してちょうだい。さあこっちは握りたくてしょうがないんだよ何やってる、タバコ。タバコね、タバコっつったらあれだよ、あの言ってみりゃ麻雀みたいなもんだね。どちらも余計な灰を落とすってね。そうだよ、タバコね。タバコってのは下着泥棒と一緒でね、どちらも吸って吐いちゃうっつってね。そうだよ、こんな感じだよ。ありがとうございますよ。さあ、他にないかい、他に。他にないかい。ないかい。あと一人二人はやりたいんだよ。コーンポタージュ、コーンポタージュね、コーンポタージュっつったらフラフープと一緒だよね、うん、もろ腰使ってるっつってね。お姉さん、お味の方はどうだった今？超美味しかったです。励みになりますさあ、ラスト一人ぐらい行こうか。なんかないかい、誰でもいいよ、構わないよ、うん、なんだって構わないよ。カズノコね、カズノコってあれうまいか。あ、俺あの食感があんまりあんまりさ、うん、なんかね、カズノコってうまいかなって俺はいつでもあれ思うんだけどさ、なんつったらいいの、あの食感なんだよね、なんか、ミニトマトみたいなな、うん、プチプチっつうのがさ、やなんだよ俺、あんまいまいちしたら、リサ子の子供みたいなもんだね、うん、カズの子っつってね、なんとか取り返したね。ということで、そろそろ閉店だよ。ありがとうございました。